クアン・アパイオンは、太陽国の政治家。1940年代に3度にわたって、首相を務めた。バタンバンの名家に生まれる。1924年に、フランスリヨン大学電気工学部を卒業し、帰国後の1928年に、郵便電信局の電信技師となる。1932年の大陸圏革命に参加して、翌年に、幹線国会議員となる。 人民党文官派指導者の一人とみなされて、養殖を歴任した。日本と結んでいたプレイク・ピブーンソン・クラーム首相が、失脚した第二次世界大戦末期から、終結直後にかけての1944年8月1日から1945年8月31日、1946年1月31日、同年3月24日の2度にわたって、首相を務め、 複数の閣僚を兼務した。この間の1946年1月に結成された民主党に参加して、総裁となって民選国会議員にも選ばれている。1947年11月8日、対空デターによって、タワン・タムロンナ・ナワー・サワットが辞職し、クアンは3度目の首相に擁立された。ピブンソン・クラームが政界に復帰すると、 翌1948年4月に微分元首相を支持する軍部の圧力によってアパイウォンは政権を追われた。この政変により隊は微分による軍事政権となった。アパイウォンは民主党総裁として民主主義を擁護して軍事政権と争ったが、軍事政権や軍部も人望のある彼との全面対決を避けた。 1958年のクーデターで独裁を敷いたサリット・タナラット・ゲンスイも1959年にアパイオンを通信審議会議長に任命して彼の怪獣を図っている。日本との関係も深く1961年に来日している。ありがとうございます。